今年はゲストをお越しいただきましたね。はい、はい、2024年、ね、始まりましたけども、ゲスト同期入団の小笠原隆さんです。よろしくお願いします。お願いします。ね、一緒にね苦楽を共にしましたけども、もうね酸いも甘いも一緒にやってきたんですけども、ちょっとねドラゴンズ離れて新たな新天地ソフトバンクっていうところにね向かわれますけども、ずっとコーチされてましたよね、小笠原さんといえば。もう去年がなんていうスコアラー部門の動作解析っていう、はい、もうあの簡単に言うと、まあ、一軍がホームゲームの時は名古屋ドームにホークアイっていう機械が入ってて、まあ、それを、まあ、あのトラッキングシステムなんですけどね、はい、あのそれを担当して、そこから、まあ、あの動作を中心に何が違うのか、うん、そういう違いを見つけたりして、で、まあ、伝えるっていう。それって動作解析っていうのは、はい、自球団の選手の動作解析をするものなんですか？自球団がメインです。メインですね。難しい言葉出てきました。ホークアイとかね、トラッキングっていうのは、もう見てる方、え、何ってなるんじゃないですか。ホークアイっていうのは球場にいっぱいこうなんか機械を設置して、カメラを設置して、例えば宇宙間に飛んだパーンっていう当たりがこういかにどういうふうに飛んでいって、うん、何秒かかってて野手が本当は取れたけどもスタートが遅いからヒットになってるとかっていうのを、うん、もう全部洗いざらいに出されちゃうから、ちょっと演技して、ヒットに見せ、ヒットに見せててって言ってるとこも、今のは取れたマイナスポイントっていうふうに分かっちゃう機械のことだよね。どれぐらいの距離を、どれぐらいのスピードで走ってとか、どういうふうな動き、例えばどれぐらい膨らんでるのか、そう、無駄な動きして膨らんで、そういうのも分かるんですか。だから査定とかにも使えるんじゃない？いや、思いっきり使える。思いっきり使える。俺ピッチャーと打撃だけかとか、投球だけかと思ってたら守備も、そういうとこも全部分析、審判も全部。え？審判まで全部入ってるんで。審判も入ってる。ストライクゾーンみたいなことですか？ゾーンも入ってるし。あ、じゃあ審判によってその傾向が分かるし。この審判ダメだね、正確じゃないねっていうまで分かっちゃう。もうランナーコーチャーも入ってるし、全部入ってる。ランナーコーチャーって何ですか？サインの出し方の癖なんか出ちゃうの。やばいの、バレるな。じゃあ出ちゃうじゃない。右手から入った時は変えながらサインがありそうだねとかって。いや、まあお互い様だからね、うん、トラッキングっていうのは、もう要はあのもう一個トラックマンって、トラックマンあるじゃん。トラックマンはスイングスピードを測ったりね、うん、球の回転を測ったり、うん、シュート性能も、まあ、も全部出る、似てるんだけど出るんだけど、うん、ね、崩壊は簡単に言うとカメラで、まあ、全体の動きから何かを数値を出す、うん、で、まあ、トラックマンはレーダーなんで、うん、レーダーをこう 何発か分かんないけど、あの反射してそれを、まあ、数字とかそういうのに反映する、うん、トラックマンの方がちょっと切り取ったその細かなその専門的なものをもう調べたりするにはトラックマン、これ企画も違うんで、うん、もうトラックマンはトラックマンの見方、ホークアイはホークアイの見方って、はい、でもやってることはちょっとダブってるような部分もあって、そう、だから数字が一緒ってことはほとんどないね。基本的にそのデータを参考にする人はメインっていうと、はい、ピッチャーの人はやっぱり、あのさっきヒデちゃんが言った守備でも、うん、あの大西コーチとかは、うん、何回かそういうあれ取れたかなとか気にして、うん、見てたっすね。だから打球と動きが分かる角度から見たりしてたっす。多分ヒデちゃんなんか現役の時にホークアイで取ってたらヒデちゃんがいきなりピュッてギャリ現れて、ホークアイ泣かせだったかもしれませんよねっていう、そんなことないんですけど、なんかデータでね、なんかこの選手の高校がすごいみたいなのが、ね、例えばあの育成から入った松山君なんかは映像で見てる限りやっぱり違いがやっぱり分かる。ピッチャーやってないけどピューッと糸を引くようなね、他の投手矢野君とかのまっすぐもそうだけど、うん、ピューッとこうやっぱりスピードもあるけどもこの回転数とかそのホップの成分みたいなのが、まあ、テレビの画面からでも分かるけども数字的にも気にはなりますよね。やっぱりほら分かるか松山投手こんだけほらいい数字だろうっていうのはあったり。そうね、彼もそれなりに興味を持ってて、うん、でやっぱりライデルいるでしょ、はい、ライデルの数字がもうズバ抜けて
大体もう飛び抜けてて、そこを目指そうっていうのが彼の中であって、よく口にするよね、ライデルの話をね。でまあ独特っていう数字がよく出る。だからライデルならではの、あのごめん、まあ、松山ならではの数字がもう左ピッチャーが投げるようなボールの軸だったりとかね、ちょっとこうスライド気味で、あ、じゃあ映像で見てるよりもカット成分のような回転で投球してるってこと、うん、左のこういう軌道の近い右のボールを投げてるから、うん、左バッターが若干詰まったりとか、ちょっとこう倒してる、ね、なん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 、そういうのもあると思うんだけど、でね、見ててシーズンの時期でだんだん数字的に良くなって成長してたのが松山。やっぱりだから良かったっていうよりも成長したんですよ、やっぱり回転、ホップ成分もそうだし、で、うん、フォークも落ちるようになってたし、うん、何がすごいって空振り取るっていうところの数字、うん、まあ、それはあの崩壊出るわけじゃないんだけど、カウント取りに行く球とその決めに行く空振り取るボールはやっぱ数値にも現れてるっていう。そうで、ね、自信つけてどん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 あの初めから抑えてたけど、それで自信ついてっていうのは一番大きいかもしれないんですけどね。スカウトはそう、僕これすごいと思う。すごいね。そうだから今の状態でドラフトかかる前だったらもちろんみんながね注目するかもしれない、それを見越して取ってきてるスカウトは誰だ、スカウト誰でしょう。ヤギ。ヤギ多分ヤギだと思う。ちょっとヤギ君の評価上がりましたね。僕はねやっぱそういうのは評価してあげないとっても、うん、だって育成から支配下になっての成功例、ナンバーワン成功例だと。このまんま頑張り続けたら、はい、また僕、うん、メジャーすら、うん、今の数値的にだったら抑えれるぐらいの力持ってたりもしますか。多分余裕で抑えれる。すごいですね。もうコストパフォーマンスで見ると最高にいいパターンですよ。普通に例えばそのライデルですよね、もう最強の守護神ライデルとかって、はい、あんなすごい人って年間のこれが例えば浮き沈みが少ないとか何かあったりするんですか。特徴っていうか、なんかもう調子が悪くならないとか、なんかまず基本性格ってわりかしビビリだよね。ビビリ早かったでしょ。ビビリ、ビビリで、わりかしああいう風に見せ強がってるけども、すごい内心のね弱い、優しいです、優しいですね、でやっぱコントロール良くなったね。最初来た時よりは最初とんでもなかったもん、ね、それと。でもそれこそ松山君と一緒で、森さんが取ってきた育成ですからね。ああそうか、そう、ね、あれがこうなるなんていうのを森さんを見てたの、やっぱり森さんの評価もやっぱすごいことですよ。見る目だよね。ねえ、うん、シーズン通してなんかグッてちょっと調子が落ちるみたいな時期はないんですか。一時あったんですけど、ずっと点取られてなかったじゃないですか。なかった、うん、あれ誰だっけな、スライホームラン打たれたな、うん、見てるのね、堂林さんね打たれた。多分まああれやっぱり一番気をつけなきゃいけないのは、このかわしに行こうというか空振り取りに行こうと思った変化球がちょうど合っちゃうパターンがあるから、ね、あのぐらいの速さになると本人打ってる本人はまっすぐで打ってるんで、それがねちょうど出っ張っちゃうね。こう来てこう、ね、狙ってはないけど、だからそこに大事になってくるのはキャッチャーの配球になってくるから。あれね、あの時期、うん、ライデルまっすぐのスピードはいいんだけど、うん、フォークの数字がちょっとまっすぐに近くなってたのよ。フォークだからスプリット気味になって、落ちる幅が少しなくなってきてたっていうのはこれ。でもやっぱり球が速いからカットのボールがちょうど145とか50になると天才ですけどね。これライデルに聞いてないけど多分ちょっと悔しいと思う。オレロレイロっつって音楽流ってね投げますけども、ちょうど外浜ぐらいだもんね、うん、その試合で、うん、スプリットをその低めに行きゃやっぱバッターって落ちてると思うんだよね、ま、うん、っすぐホップ成分あるんで、はい、まあ、わざわざ低め投げる必要ないんで、まっすぐここに来るライダーのまっすぐなんかもうほとんど打てない。下に行きゃ沈むじゃん、うん、スプリットだったら、うん、それこれはあとの祭りじゃないけど、うん、まあ結局ね、配球打ったら結果論になっちゃうけど、まっすぐ高め行った方が良かったんじゃないとかっていう反省は出やすいですよね。いろいろ出てくるけど、うん、あの選択肢だけはちょっともったいない、はいはい、後悔ある、はい、これ打たれたから言ってんじゃなくて、うん、多分本人がどう思ってるかっていうのはすごい気になるけどね。でもそれで宇佐美さんサヨナラホームラン打ってますからね。
そうだ、自分なりに思ういろいろあるのかもしれないですね。今のお話と多かったとすると、もうデータ的にまたこのピッチャーもすごいよみたいな方ってどなたかいいですか？まあみんなすごいんだけど、一人一人本当ね個性があって面白いんですよ。だから一人一人本当にすごいんだけど、その中で、まあ、定着してしつつあって、これからまあこう来る勝つの、勝つのはねやっぱね考えて頭使って投げてる。嘘だ。いやそう思うじゃん。俺もそう思うじゃん。そうなんですね。考えてますね。考えてない。いやただ投げてるなこいつって思うじゃん。思う思う。俺も思ってたけど違うんだよ。フォークいいね。はい。フォーク。でフォークをどうやって投げるとか。あれねいいとこ決まった。ちょっと打てないよ。スライダーちょっとこういう意識で投げたんですよって言ったらそういう数字になってたりとか。一時期だからやっぱり自分でそういう数字 見に来てあのリリースの確認とか来てた、うん、そう見に来るようになるっていうのは本当に成長だと思う。気にする 前までは多分見に来るようなところに自分でもたどり着けてなかったけど、うん、そこにこう見に来てるっていうのが成果がどうっていうよりも興味が出てきてるのが、そこが一番さんにしてはすごく今驚きです。成長というか、ね、成長で。俺来た時言っちゃったもんね、どうしたんだよどうしちゃったのよ、うん、やっぱまあまあすげえなと。彼はやっぱそういう面ではもうメンタル的な面とか思考の面とかでも成長して、うん、成績と伴ってきてるっていう。もっと気持ちが強いんでね。強い。なかなかうちのチームにいない気持ちの強さを持ってんで、そこは心配してなかったんですけど。それは、それは、それは分かります。それは分かります。うん、ただっていう、うんうん。そこはだからすごい良かったと思うね、うん。彼がどんどんこう定着していく。うんうん、ように期待ができますよね、うん。あ、こういう姿勢で取り組んでればもう任せられるかもしれないな。清水とかも同じようなポジション行くけど、清水達也、うん、達也は自分のことを、うん、賢いんで自分を理解してて、はい、こう見に来たらフォークのこれとこれの違いだけ知りたいですとかね。賢っ、うん、もう遅い、もう自分の中でもパシッとこう明確に見えてるから。だから落ち方が、うん、違うんですけど、フォークとスプリット投げ分けてんで、うん、まあ、その違いは自分で確認したりとか。器用だね、フォークとスプリット、うん、面白い。ちょこっと落とすのと勉強になる、ね、大きく落とすのと。自分現役の時その感覚はわりかし明確にできてました。全然だいたい落ちるボールくくりみたいな、うん、なかったそんなボール、うん、だからそういう風になって、うん、逆にトラックマンポータブルっつって、うん、今度ブルペンで測るやつがあるんだけど、うん、それを、まあ、準備するのにハイスピードカメラと、うん、まあ、連結させて、うん、数字と映像とリリースの、うん、とあと感覚をこう、うん、ね、マッチさせて確認するんだけど、うん、遊びでその準備するのに自分がやってみたりする、うん、その時にこんな投げ方してたんだって。そこで初めて知るんだ僕が昔の映像走り見てダサい走り方してなってそのようやくそこで気づくんだけども、うん、それってもうパッと投げたらそこまでもすぐ確認できる、うん、リアルタイムだ。そう、うん、だからもう一球一球時間手間取らずに労力かけずにすぐに確認して反省もできるし、うん、そう、じゃあキャンプ中とかにも使えたりする。あ、そうだから去年の秋、うん、その前のフェニックスか、はい、フェニックスはうちのチーム の, そのプロジェクトの一環として、うん、そういうのを継続してやろうとメイン で,、うん、でまあ、チーム側もぜひっていうことでフェニックスで取り組んで、うんうん、まあ、データをとにかく取るという、はいはいはい、とにかく取る。でも選手もねやっぱね気にしてみて、うんうん、で実際今どうなってんのかって見て、うん、でもう最初こう全体を見てたんだけど最後の方はもうそこの数字だけとか言って、うん、みんな大体絞られて使い方をね、うん、もう取るのその活用の仕方を、うん、で安い機械じゃないからもう活用して自分のそのなんか やるその中に取り込めるとすごく成果になると便利な機会ですよね、うん、ただねそればっかり頭でっかちになってもね、うん、
ダメだと思うんだけど、ここが難しい使い方だよね、うん、去年ちょっと復活した梅津投手とかすごい球投げてるなと思いながら素人メニュー見たりするんですけど、やっぱりデータ的にもどうなんですか。まだ良くなるんじゃない。いや全然良くない、全然なんか、ね、全然なんかまだいけてないなって思っちゃう自分が、うん、もっとこう完成像はいいイメージがあるけど、うん、まだ道半ば、うん、途中って感じしますよね。秀道さん今年梅津さんとか何勝ぐらいいけるぐらいの、なんか監督の使い方ではなんか中何日は必ず開けて回すみたいな明言されたりしましたよね。なんかね監督はね、ああそうそうなんですか、うん、一応使いたいけどももう一回再発とかのことを考えて大事にっていうふうに扱う梅津さんっていう感じしますよね、うんうんうん、そうだね。でもちゃんと回せたら2桁勝てるぐらいの、うんうん、もう力的には全然あると思うんで、うん、本当体だけじゃないですかね、うん、結婚もしましたし、うん、あもうこれはそうぜひともぜひともね顔がちっちゃいよな足がいい背がでかいし、うん、ピッチャーっていう体型なんですか。何欠点何わからんな、うんうん、あそんな素敵な方なんですね、うん、梅津さん優しいし、ただなんか意図としないこうシュートでこうビュッと流れたりするような球がたまに出たりね、引っかかったボールがたまに出たりとかっていうのが、うん、そう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 、コンスタントに本当に自分の持った球が投げられるようになると、これはもう海の向こうに行く選手ですよね。だからそういう日もあると思って投球できたら、うん、それを直すのかその日に、うんうん、それを利用しながら投げるのか、うん、っていうところですよね。ちょっとジャイロ気味にボール出るんで、はい、ジャイロ気味、それがだんだん少しずつ直ってきて、まあ、それはいい悪い別として、それが特徴っていう人もいるし、うん、それをまあどうするのかっていうところで、思ってるところに狙って逆の曲がりしたらこれ難しいじゃん、うん、中日ファンはやっぱり聞かなきゃいけない根尾投手ですよね。正直どうなのかなっていう本音のところを聞きたいですけど、ピッチャー根尾っていうのは本当に位置づけ的にそのスーパーピッチャーに なっていくそういう立ち位置にちゃんといるのか、うん、ねえ、まあ最初自分も球は速いけど球がピッチャーじゃないんじゃないかなと思って、なんかそんなこと聞いたことあります、うん、で実際まあこうやって、まあ、ピッチャー2年目、3年目次、うん、今年3年目かな、うん、で数字的に年々ピッチャーのボールになってくるんです。それこそ今の機械をそうデータ化したらちゃんとこう文字として目に見える形で説明できるわけだ。でも説明しなくても分かってるから自分で、うん、もう大好きだそれ。あそうなんですか、うん、大好きそう、 うわ今絶対こうなってるっつって数字こんぐらいじゃないですかって言ったらピタッと当てた。大好きそう、ね、大好きそう、大好きそう、もう分かるでしょ、うん、本当に。だからそこの数字を伸ばすためには自分はどういうふうにして何を取り組んだらいいかっていうのを分かってるんで、うん、だからやっぱ本当ピッチャーとしてまっすぐ、これ球種別として球種いいの持ってるんで、ま、うん、っすぐに置いて空振り取れるボールになってきてる。うーん、ローテーション入ってくれる可能性が出てきてるわけですね。じゃあ、ね、面白い。本当投げる場所って小笠原さんはどこがいいと思いますか。先発でやっていくとか中継ぎとか抑え、まあ抑えはあれだと思うんですけど、うん、どんなイメージですか。やっぱり先発じゃないですかね。うん、ちょっとピッチャーやるようになって下半身が一回り大きくなったりしますね。まあ、そうだね、体が全体的に本当に大きくなってね、うんうん、それは課題だったらね、うん、あ見てて分かるぐらいちょっとこうがっしりしてきました。あそうですか、うん、今年はじゃあ根尾投手も僕は三刀流やってほしいと思って、外野と内野とピッチャーと長継ぎで代打から入ってショートから入ってこうピッチャーが、これでも絶対物理、うん、あの現立浪監督の間は行われません。それはもうやっぱり映してますから。あそうですね。もしもやるとしたら、もし監督変わったりしたら近藤三刀流とかがね見れる日が来るのかもしれないですけど、ちなみに性格的にはそういうのはやりますっていう感じの気配はあるんですか。基本目立ちたがりだから何でもこう脚光を浴びれればそうですか、いいと思いますけどね。野球好きっぽい感じですね、うん、だからもうバッターボックスだってもまあそりゃそうか、うん、もう打つ気満々とかね、すごいだダイソー行ったと、例えばダイソー行ったとしてもなんか待っちゃうかなみたいな、うん、多分思うタイプ、意欲的と思うんです。でも確かに、ね、その去年
打席立ってる時なんか躍動感ある感じに見えたのが野手になっちゃってなんかスイッチ入ってましたよね。いいスイングしますから、ね、うん、もう期待できるんですよ。打つのもあ投げる方も嫌だと思うんですよ。嫌ですよ。嫌だよ、だね、ね、あのピッチャーなのだとしても、ね、その辺のオラみたいにちょこちょこ当てるのやったらブーンって振られたらピッチャー嫌だもんね。いや、うん、あの柳さんのバッティングはのデータとかってちょっと良くなってたりとかしないですかね。今年すごい、去年すごい打ってたじゃないですか。室内で意欲的にマシン打ってるですね、ね、あの小笠原とか柳さんっていうのはね、ピッチャー全体そういう風になって、ヒロトもそうだし、うん、良くなってる、ね、意欲的になってるね。うん、チームの意識っていうのはそう、自分らも打とうっていう感じが、いや違うでしょ、野手が打てないから俺が打つしかないじゃないですか。ユニークピッチャーも打っていこうっていう、俺打って勝つしかねえだろうと思ってやってるはずですよ。一人で練習してる時は、うん、絶対室内で、だってやれとも言われてないから、うん、多分ピッチングコーチがお前打っとけなんて言われて、バントだけやってけよなんて言われてるとこ誰も言われてないけど、黙々と新之助なんかもう早出したりみたいな感じで、うん、打って1時間ぐらい新之助なんかめちゃくちゃ打ってるでしょ。そうなんですか。いやでもないこうでもないって野手よりも考えて打ってますよあの人。うん、だ自分が打つと乗るっていうのもあるね。あ、そう、ああ乗るんですか。あ、立山キラーでしたけど、ね、そうだったんですか。立山得意だったから、なんかしないけどバットに当たる。やっぱ打つと乗ってくる。、うん、逆もあるじゃないですか、よくピッチャーが打って、うん、その後逆転されるみたいな、うん、見ますよね。なんか矢崎さんなんかそういうとこあるんですよ。なんか打って点取ってセカンドでうーなんか言ってると、その後逆転される。見ます。そこで調子乗るぐらいじゃない。ちょっとそれがその印象がちょっと避けた方がいいから、今のピッチャーは乗るっていう感覚がね。小笠原さんとも体すごいことに、あのなんてプロレスラーみたいな、プロレスラーみたいになってますよね。なんか上とこのタンクトップの写真みたいに載せてますけど、心配になるね。あれがいいのピッチャー、多分ゴールドジムメンバーなんじゃないですか。藤島投手と小笠原投手、やっぱ体を大きくするとどうなんですか。データ的にはやっぱまた違って、多分これ個人個人で一人一人違うっていうのを理解して、自分はこれっていうのをもう作り上げたと思うんですよ。だからもうそこで、ただ進むべき道を、去年1回あったけど、ちょっと下半身からのエネルギーでなんか体重移動が短く見えんっていう時はやっぱりちょっとそこの時控えてたっすね。あ、うん、まあ、僕が聞いたり見たりしたわけじゃないんだけど、って聞いたっすね。なんでだろうな、やっぱ上半身頼りすぎちゃったりするから、下半身の出力疲れっていうのが多分弱いって、力入んないとか、うん、自分でもそうやって言われて心当たりあって、うん、そうなったんじゃないの。だからウエイトもあの取り組み方、付き合い方大事よね。大事、何でもいいから、いつでもどこでもやってればいいかっていうと、結果出すためにやってるんだけど、支離滅裂になっちゃったりするんで、うん、その通りだな。タイロンウッズなんかはストレス解消で朝ウエイトやってましたけどね。ストレス解消で、うん、なんか何やってんの、ストレス溜まった時って言ったら、ウエイトトレーニングって言ってました。すげえな、いいじゃん、仲良かったもん。タイロンのうちまで行ってきましたけど、そういう感じでウエイトトレーニング持ち入れている可能性は藤島さんもありますよ。なんか常にウエイトルームにいますから。そうなの、尻上がりに調子が上がるっていう表現あるじゃないですか。尻上がりっていうのありますけど、尻上がりっていうのはデータ的にも尻は上がっている。気になる。はい、尻上がりの投手は上がっていくんですか。いい人いますね。これ相手のチームも含め。なんでまだなんかこの回にこんなマックス出るの、150まだ出るのとか。今まで抜いてたのかなとかって、なんかこう例えば中日の尻上がりの代表格っていうのですけど、どんどん上がっていくなって。それは先発とか長いイニング投げる人ですよね。柳のいい時とかそうですね。まあ多分強弱つけてんでしょうけどね、あれぐらいになるとね。そのバッターによっても考えてはいるでしょうね。下位打線と上位打線と、うん、まあ、うん、そうだね、うんうん、この下位ってね、なんていうのかな、踏ん張りどころじゃないけどね、出し切るぞっていう気にもこう終盤に来たら7回とか8回に、ね、山川が来るから、そう、ね、ラストスパートする高橋尚子さんみたいにね、バーッとこう出力上げるんですよね。先輩先輩だもん。そんな感じでね、
この回行くぞってなった時はやっぱりかなりフルスロットルで行ってる可能性もあるわけだ。打席回る回らないともあるんで、次の回に、ああ、うん、そういうのも先発だと考えてる。この回ラストだな、面白い。それが違ったら健司さんみたくマジかよみたいなあるわけだ。この回で終わりで次岩瀬さんだと思ったらもう一回行くぞって言われるとええみたいな、内心では終わりだと思ってたけど、見方ありますね。打席が回る前の回は比較的僕らもそうです、ステップ上がりがちっていう、僕らはそういう面で、あ、変わるなと思ったらよし動くぞって待ち構えたんで、ピッチャーとしたらね、あ、ラストだなってもう言われてないけど、他球団とかでもなんか思考ピッチャーなんか尻上がりっていうか、ここ後半なんかどんどん調子上がっていくなみたいで覚えてらっしゃる方とかいます。阪神のあの子なんか気になるな、右投手の村上くん、うん、村上くん驚くボール画面上からは、うん、このバッタバッタ切っていくけども何がいいんだろう、数字的に球がね独特、球がもう本当、ま、こう伸びているまっすぐプラスちょっと曲がる、やっぱスライド気味、カット、カット、あーね、じゃないだったら左バッターもあんなつまんないもんね、伸びていて、あの数字上ね、うん、だから実際こうホップしてるとかじゃない、テレビ見るとあんま分かんないんだよね、そうかもしれない、うん、角度もあるしね、打席になるとクッとこう入る、うん、やっぱりそうなんですよ、うん、あのボールはね、うん、凄さ以上の多分数字に叩き出すと出てくる可能性がある、ね、うん、そうだね、うんうん、だから一番感じてるのが打席に立ってる人じゃないのか、うんうん、なんで打てないのって思われがちなボールに見えがちなんですけど、うん、きっとすごい数値が隠れてると思うんですよ、うんうんうん、これってでもこの経験がコーチになった時にはまたなんかちょっと違ってくる感じはあるんじゃないですか、ご自身でも。そうですね、うん、まあそういうのも、ね、呼ばれた、呼んでいただいた一つなんで、うん、財産になってるっすよね、はい、だから生かせられればと思ってますけどね。そうですか、まあ、ちなみにコーチをされてる頃っていうのはどういう感じで、その崩壊だったなんだったりっていうのはこう向き合い方でどういうふうにこれなってたんですか。まあ、参考程度、うん、まあ、そこは多分今後も変わんないんでしょうけど、うん、そのね、やっぱりそればっかりもダメだと思うんで、うん、頭でっかちになったりとか、うん、だけど数字に出てると分かりやすいん で、うん、でその数字もまあ、機械も調子もあるんで、うん、はい、だから、ね、ちょっと違う時も怪しいなっていう時もあるんですよ、実際教科書じゃない参考書ってことですね。そうだね、